はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃんはんです。皆さん、暑い中、どうお過ごしでしょうか。はい、とても暑いです。今日もまた。暑いな、今日。こっち36度だぞ、さて、今回は、コメント、前回じゃないわ。ちょっと前に、コメントいただいて、そのコメントがちょっと、YouTube の規約的に消されまして、的な動画を出したんですが、それについて。そう、ついて。私たち、三重県の四日市市にで、僕もできる限りのことをやってみたんですけど、まあその後ご返事をお待ちしておりますってから1週間か1週間、2週間くらいかな、1週間くらいかな、待ったんですけど、まあ返事がないコメントがないっていう僕らの未熟さYouTube は一度見れるのが、なんていうの、メリットだから、別にそんな、せかせかしなくてもいいんじゃないのっていうのもありますけれども、あったけど、ずっとそこで張り詰めて、ずっとそこに集中していくのも嫌だじゃん、僕も。他にもやることあるからさ、一回途切れたらもう探すのめんどくさいからさまあ2週間でちょっと様子を見たんですけど、まあ僕らの、まあ、未熟な、ね、放送で見てくれる人と見てくれない人がいたということもはっきりしたしはい、そうですね、一元さんだったかもしれないし、だからまあこの三重県のその投資はここで一旦打ち切りますだそうです。はい、でどうでしょう、ムイ君、どうでしょうとは、それでいいんじゃない。いや、もうそこに関してはまあ負担かかるのはあなただけだから、俺ずっと気長にボケっと待ってるだけでいいから、負担かかるのはあなただから、まああなたが中止というのであれば、まあ、仕方がないし、仕方がないです。僕らがまだまだ未熟未熟未熟やから、まだそういうなっちゅうのをね、しょっちゅう見られてるっていうわけでもなくなるわけです。もっともっと頑張らないと精進しないといけないんですよ。占いは精進しんでも、占いと投資は俺精進しなくても自信あるんだけどな。まあそこに関してはあと何か精進しんのかな、みんなに見てもらえて、毎日見てもらえるような動画作りをこれからは一生懸命させていただきます。いただきます。はい、ね、この動画でいろんなコメント来て、それを次返す感じで。そうだね、結構コメント来てるね。続けてコメント返しの方、ちらほら気になったやつをね、はい、あなたに答えてもらいましょう。はい、ふと思いましたが、かっちゃんさんのどこまでが霊視できるのか検証動画作ったら面白いのでは。かっちゃんさんがかなり大変でしょうけど、実際そういう検証動画作りましょうっていう案自体は乗りますか。まず乗るか乗らんかというよりも、はい、北海道の人がいるかいらんかがわからんやろ沖縄の人が見とるかっていう確信もねえわけじゃん。続いてのコメントで、その一番遠くて沖縄、北海道、コメントだけでどこまで霊視ができるのか、どこからは難しいのかが気になりますねってある、これに対して、うん、この本当は仁田さんやったっけ。はい、この人は本当、ありがたい、コメント今何言おうとした何言わないよありがたい、メールをって言うんですよ、コメントじゃなくてああ、そういうことね。そう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 、変なふうに言うな、バカかお前いやもうなんか今急いで思いとどまった感があったように聞こえたあほや違う違う、メールって言おうとしてもったいね、コメントのこと年が年ですもんそう、だからそのどこまで届くかっていうのも僕も分かんない。ああ、なるほどね、だって沖縄の人ですって言って、沖縄の何市も分からへん、那覇市しか知らねえでしょ俺。ああ沖縄は好きやでさ、沖縄はすぐ飛べるけどさ、沖縄はもうダイビングでよく行ったからさ、へえ、
北海道もよく行ったな、ダイビングで。あ、どこまで飛ばすかは分かりません。うん、自分が占った人たちがは一番遠くて、富山だったかな。愛知県から富山、遠いね、遠いね、うん、遠いね、遠いねの、こだ一回占ってその子が今どうするかっていうのを覗こうと思えば覗けれます。あ、一回僕が、見た人は大体、その見たっていうのは占いで、占いでそのあなたの前に一回来たんですか。そう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 、顔を合わせて、その人のオーラは辿ってれます。まあ一回そういうなんかあったりして、なんか、そこそこのそのヒントがあれば、富山までは終える、終える、そう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 富山でも十分遠いもんな。遠いからなかなか来れないから LINE したり、彼氏の写真を撮って写メしてこっちにも送ってくれたりして占いをします。だからね、リーダーさん、ハッケリュウがその何っていうの、何っていうわけでもないんだけど、一回見た人だったら、一番遠くて今富山の人、その人は今結婚されてますもん。はい、218キロ、200キロは飛ばせるんだね。キロはいけるんだなだからこれがまあどうだろう、でもこれそういう何、そういう霊感占いをやってる人って当たり前のことじゃないの。おー、いや高速ぶっ破しても4時間20分、じゃあ4時間ってか、まあ5時間ぐらいかかるんだけど、そこまでなら霊感飛ばせる。 俺のやつは電光石灰のように速いからな本当に Wi-Fi なんだよなだから普通、でも普通の霊感占いやってる人だったら普通じゃないの。分かんない、霊感使える人あなた以外に俺見たことないから。俺も分かんないんだよ俺が見とるやつみんな嘘っぽいやつらしかいなかったからさ。ああ、俺が知っとる、大体見とるお客さんで、俺自分でも、僕でも自分でお客さんとしてお金払って見てもらう時があるんだ。へー、僕は結婚したいんですけどって言ったけど、はい、あなたには女性の影が見えますって。女性の影すらもねえっちゅうの俺、何月何日頃にできますか、いやそれは分からないですけど必ず結婚できますって。 50歳過ぎて結婚なんかできるわけねえやん、結婚する気もないもんでしょ。分かんない、本当にガチで結婚の方にベクトルを定めたらいけるのかもしれないっすよ。で占いでさ、何彼女いますかって聞かれたのね。はい、占い師やで、彼女おるかいねえか分かるだろう。結婚したいからって言うから彼女がおるかいないかって聞かん、普通聞くだろ、聞かんだろそんなもん。あなたは聞かない。俺聞かないっす。あ、今好きな人がおられますねとは言う。あ、それとあなたは結婚したい人と結婚こっちの方がいいかって言って二股っぽい書き方はしてる人というのもはっきり言う。あ、ちょっと目移りっていうか心移り仕掛けてるような人いますよねみたいな、そういうそれも。結婚するのはこの人、今付き合ってる彼氏いるけど結婚するのはこの人がいいなっていう人もいますよねっていうことははっきり言う。あー、怖っ。そう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 。でも大体、何月何日頃から何月何日のこの間に現れますということはきちんとはっきり言ってあげる。そうね、今例えば7月でその、8月の、終わるぐらいまでには必ず彼氏が告白してくれてますみたいな。あ、普通の占い師さん多分その辺までは言わんな、確かに。普通そこら辺の占いと一緒にしてもらいたくないいやだからそこら辺の占い何しに行ったの、むしろそんな信じてないじゃないけど、そういうその辺の占い師さんに何を占われに行ったの。
いや、どういう、俺も自分、僕も自分でやりたいなと思ったもんね。勉強のためにやったの。あー、なるほど。だけどこの占い師さん、俺のこと何も分かってねえっていうのが分かるやん、心読めば。こっちで霊視使うやん。無言の営業妨害だよ、本当に。前言わんかったっけ、俺、タロット占いやってる占い師さんに占ってもらったのね。うん。で、あなたは、そうですね、これからが運は良くなっていきますねって言うけど、絶対俺は運が良くなるわけじゃないっていうのは自分で占っとるで分かるわけじゃん。ですっげえなんか適当なこと言っとったもんで、俺適当、俺も申し訳ないけど、あなたって本来はこの仕事には向いてませんよって言ったんだよ。あなたの影を見るとたくさんの子供たちが家政婦だから、あなたもともと前の会社、あ、仕事って学校の先生じゃありませんでしたかって。あなたは学校の先生に戻った方が絶対向いてますよって。うん、怖っ。ドッキリかなって思う、テレビのドッキリかなぐらいに。その人本当に中学校の先生でして、今中学校の先生やっております。そうしないと奥さんが離婚されますよっつって。うん、こんなくだらない占いな、わけわからん占いやってちゃいダメですよ。その程度ぐらいわかるっつったら、占い師に占い返すぐらいの能力はあるんだ。いや、一瞬見たらなんかすごい過去にすごい人の、うん、子供っぽい人たちがいっぱい見えたでさ、うんうん、あ、この人はなんかそういう子供と触れ合うような環境にいた、職場にいたんだなと思って深く探したら中学校の先生っていう。それで相手にお金払うんでしょ。何やってるの。1000円払ってもらった俺。もったいない、占って1000円払ったった俺。例の占いの人は大体だ、これはもう基本中の基本で、多分では誰でもできると思います。俺は占い、まあ、あの霊感が、霊感占い師やってるっていう人がおれば、あ、うん、その今できるか訓練してできるようになるかは分からないけど、そのちゃんと霊感があればできるはずだと。できると思うけどな。霊感でもお化けが見える人と感じる人とはまた違うでな。あ、なんか守護神と喋れる、守護神が見えるっていう人っておるじゃないですか。あ、たまになんかそういう、僕もありますね。うん、やるじゃないですか、そうやって。ようやってますね、うん、それは知ってる、うん、だから、なんていうの、その霊神、それが見える人だったらできるんじゃない、普通に。あ、うん、本当。でも皆さん本当にね、ニタさんは本当にね、いろいろな質問していただけるんですけど、弟子にしてくださいって2回も書かれてるんですよ。ニタさん、もう弟子は、弟子になるっていうことは大変ですよ。大変ですよ。この能力がなんかすごいって、うん、ニタさん思ってくれてるじゃないですか。まあ、ニタさんに限らずその動画見て、あなたのね、うん、言ってることが当たってるって思う人は本当にすごいって思うと思うけど、うん、そのね、なんちゅうのかな、本当に前も言った通り、持ってていいものか悪いものかは分かんないんだけど、オンオフができないと気が狂いそう。うん、変な話、彼女ができました、手をつなぎました、キスしました、うん、あ、この人俺と もしなんか心、あ、俺のことはもう別れて次の新しい男の人が目に浮かんでるっていうのも分かってしまう。あ、うん、本来人が言わないようにしてるそういう内面まで全部、そうそう、嫌でも見えちゃう、手をつなぐ、オンオフできないと、うん、手をつないだだけでも分かってしまうっていうデメリットもある。それは例えば俺が今手繋いでって言って繋いだら何か分かるってこと？
そう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 。怖っ。あ、こいつ俺のことあんまりいい風に思ってねえな、もう今ボケとかさ。ああ。こいつ俺がいなくなったらこいつ家で俺の悪口ばっかり言いやがってボケって言ってないよ言ってないよ、本当に死にすぎますからやめて。こんな風なんすわ。うん、だから、うん、霊感もうどれだけの霊感だわな、はっきり言うが。少なくともあなたレベルまで行っちゃうとオンオフできないと地獄。そうだね、もうオンオフでしないともう気が変になりそうじゃない？ずっと見えるか見えないかの違いはもう大きいぞ。うん、まあオンオフの練習に関してはね、その動画で言うもんじゃないっては思うから聞かないけど、うん、だからさ、YouTube のすげえな、もう何万人っていう視聴者数の持ってる人たちが、うん、淡々と喋ってるじゃん、ここは高級ですとか、うん、お化けあれお化けじゃないとか、うんうんうん、霊感持っとる人はあれお化けじゃないって聞く？俺あなたからそれ聞いたことないね、あれお化けじゃないって。うん、今なんの黒い影通ったとか、うん、あその女性が今前あるいるとか、うん、断定した物言いで言うもんね、うん、ちょっと黙れ今声聞こえるでとかって言うよな。うん、よくおるやん、あのテレビでもさ、ラーメン食う時でもさ、撮影の前はコクがあって高級で高級でって台本があるわけじゃん、うん、それを芸能人が一生懸命、うん、まいこのスーパーここ高級で美味しいわって言うやん、うん、だけど先入観、ああはいはいはい、先入観っていうの俺いらないのよ。うんうんうん、何度も言うね、自分も何度も言うように先入観だから説明されても俺興味ないわけじゃん。ムイ君が一生懸命平家のこと話したり、ね、関ヶ原のこと話したりさ言うけど、俺全くほとんど聞いてないじゃん、うん、でどそう、あなた実際その現地行っても聞かないじゃん、うんうん、いざ動画に撮るじゃん全カットじゃん、俺泣きそうになったもん、うん、いや違う違う違う、だからその何のために勉強したんですか、うん、いいよ、あの言ってもうんうん、うん、だけど俺にとってはそれは先入観として見るわけや、うんうん、そうすると自殺者が女性が自殺して女性の幽霊が出るって言ったけど、俺ら女性かな男性がおるんやけどとかって俺言うやん、うん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 、子供だしとか、ああうん、あの老婆の霊が出ますって記事にありますって言ったら、いや男の子の霊しかおらんけどみたいな、そういう、そう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 、うんうん、だからあまりその情報噂先入観っていうのは一切入れないようにしてるんですよ、うんうんうん、だから関ヶ原の時でも平家の時でも俺合っとるのこれ見えとるどこ喋っとるけどって聞くやん絶対、うんうん、いやもう関ヶ原にせよ平家にせよまあ言ってること合ってるなって思いながら、俺関ヶ原も平家も分かんねえからさ、言ってること合ってるなっていうより、あのそういうオタクしか知らんような、そういう戦国オタしか知らないネタとかそういうのをぶっ込んでくれるから、うん、ああ調べてこれ出てくることはまずないなって思う、その一夜漬けで調べてそれが出てくるのはどんな本読んだらって思うから、絶対俺がそんな一夜漬けで努力するようなタイプでもないやん。いや本当ですよ皆さん、本当にね俺現地着くまでどこかわからんもん。そう、現地着いて遠いわって言われることはある。そう、今回の押し島でも俺押し島行くもんやと思ってたんだから、あれだから2回目だろーって怒ったけどトンネルやって言われたら、もうそこで現地に着いて初めてどこどこですって説明がもらえるわけなんですよ僕。うん、そう、あなた明日どこ行くのも聞かないから。そう、僕らのやり方って1週間前に僕が電話するんですよ。で来週の金曜日や土曜日どっか見繕っといてねで終わりなんですよ。はい、じゃあどっか探しときまーすって言ってで、ガチャで終わりなので、1週間後その日が来て
今から迎えに行くねっつって迎えに、ムイ君の家へ迎えに行って、でどこ行くのってで、ケンジついて、ここどこって聞くの。台本もなければ打ち合わせもなかった。打ち合わせ、ほんとそれは台本ないわ。打ち合わせもないわ、台本もないわ、そのもう、本当にあの平の清盛の墓、お父ちゃんか、うん、お父ちゃん、行った時も、俺、何ここってここ何っていうぐらい思ったんですよ、僕。うん、そのぐらい何も聞かずに行くんですよ。でそこで初めて自分が霊感の力を上げて、そこに何があるかを調べるっていうやり方かな今。だからそうですね、うん、説明しろって言ってもその何説明ができにくいっていうのもあるわけなんですよ。うん、ああ、うん、そこにさ自殺者の霊だけがいるわけでもないし。その自殺した人のその幽霊のその怨霊が好きな奴らが集まってくるかもしれんし。そうね、なんなら現地ついて、うん、はい説明してくださいって言われるより、うん、ここで戦国時代に何々ありましたって言ったらそれぐらいまで戻ればいいんだなっていう。そのそうそうそう何を見るかがわからないね。だから関ヶ原も関ヶ原の戦いを投資してって言われて関ヶ原までの遡るわけじゃん。うんうんうん。でしょ。まあそれを言わなかったらそれこそね、うん、そう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 、あの、何そこ、ここで第二次世界大戦がやばかったのとか、そういう他のなんか事件があったのっていう特定できる要素ないから、そうそうそう、誰にスポット当てればいいかわからんと。そう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 。だから、うん、難しい。弟子になるこれを極めようって仁田さん思うけど、辛く悲しく重くいいことがあるかないかはない方が多いかもしれないっすよ。うん、変な話、旦那さんが万が一浮気してた時にふとハグした時にあこいつ浮気しとるっていう霊感が働いた時に、あそれは嫌だな、うん、結構辛いっすよ。僕も何度かありましたから重苦しい実体験やめて。重苦しいよ本当に。実体験で自分の実体験で話しますけど、本当に決して、うん、持ってていいものか悪いものかはもう何とも言いませんね。慣れかな。僕の場合はもう、うん、じゃないのかな。逆に持ってていいことは何か。持ってていいこと、うん、良かったエピソードはあります。なんかそういう昔の人と喋れる。ああいい、なんていうの、いいスキルなんだけど、あなたに無用の情報。そうそうそう、無用の情報全然興味ない、うん、一番いいのはお家に帰りたいっていう自爆霊かな。それをお家に帰らせてあげることが僕はいいことだかな、いい能力かなとは思う。あ、そんなのもできるんだ。え？いや違う違う、やっぱし車で一瞬でさ横断歩道を渡ってました、バーン引かれました、一瞬でしましたったらそこにおるわけやん、霊魂って、うんうんうん、遺体は家に帰るけど、うん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 、だけどお家に帰りたいわけやん、その幽霊は。そうですね。そうするとその霊魂をたどってどのお家かを調べて、まあ小さな霊堂を開き上げてそこを導いてあげるっていう。そのなんか迷子センターみたいなことをやってるの、あなたは。たまにやってる。うん、かわいそうじゃん。まあずっとそこにね、うん、その知らん場所にずっとおれっていうのも酷な話だとは思うけど。ずっとそこでさ家を帰りたい、あれ家族の車かなとか言ってさ取り付こうとする人たちだっておるやん。おうおうおう。でそれで事故死されても困るじゃん。それは確かにいたたまれないな。だろう、い
ちゃたまれない。はい、次。はい、なんか、俺答え出してる、それ、これ。知らん。そこはあなたでうまくまとめてよ。そんな、喋りたいこと喋ったら落ち着いてますかは、知らないよ。すげえ、俺。自分勝手に喋ってるんですけど。あと、なんかある？聞きたいこと。何でもいいよ、俺。他の視聴者さんのコメントでかっちゃんむいちゃん霊能者はどんなことができるか知りたいです。今言われたからな。今全部言われた気がするからな。全部言った俺、まあ、まとめて言ったって要はまあ本当に占いができる、うん、お化けが見える、うん、あと何やろ、除霊ができる、おーおーおーおお、うん、あと心霊スポットでムイ君をまあ守れる。お世話になっております。であとどうなんだろう、幽体離脱が自分でできる、勝手に。ワンチャン帰ってこれなくなるから怖いからやめて。それともう本当視聴者さん引くかもしれんけど自分のタイプの女の子のお家が覗けれる。犯罪です。本当？幽体離脱できるの？幽体離脱じゃないです。自分がで自分の寝とるとこ姿が見えとるな。それって最長でどんぐらいできるんです？最長でどうやって？あのね、何だったかな、なんか幽体離脱、地獄先生ヌーベあたりかな。1時間が限界って書いてあって、へーって思いながら、1時間以上行くともう迷いが出てくるかもしれんな。ああ、でもやっぱりそんなぐらいが限界、うんうん、かもしれないな。まあ、試せば無理だと思うけど、怖いけど。起きた次の朝がまた偉いんや、本当に。体が。どんな偉いだるさがあるの？なんか 42.195 キロ走って寝てすぐ起きたみたいな感じ。動ける状態じゃないな。たまにあるな。すごい気になった時はなんか幽体離脱しとるね、違う人の 寝とるとこ見てるね。寝てる。あと何ができる俺。あと何ができる、なんていうか、俺の見方だと基本あなたにやってもらうことは霊視っていうその一コンテンツにまとめてる感あるからな。そうそうそう、全部霊視。うん、もうないね、終わった、終わったんじゃないのかな。そう、じゃあ動画終わり。動画終わり。